しゅうちゃんの朝からエッセイ。明けましておめでとうございます。 NBC 村山ひとしです。明けましておめでとうございます。しゅうちゃんこと船しゅういちです。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供、ホテル事業まで手掛ける元気な会社、九州協具株式会社の社長しゅうちゃんこと船橋秀一社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺いますよ。はい、年末もそして年始も NBC 本社ビル7階のスタジオにおります。いらっしゃいます。明けましておめでとうございま す。今年もよろしくお願いいたします。さてさて、まあ、やっぱり新年ですから新年の抱負をここは一つ語っていただきたいんですが。そうですね、はい、ちょっと年末 の言葉が積極臭くなったから、新年の抱負っていうのはせっかくこのコロナで大変な目にあったわけですから、はいはい、やっぱり発想を変えよ ということですね、はい、その発想どういうふうに変えるかっていうと、今年は形のないコロナに嫌な目に遭わせられたんで、形のない無形資産に価値を見出そうっていうところでしょうね。無形資産、具体的に言うと何でしょう。はい、もう見えない付加価値です。我々っていうのはどうしても見えるもの、はい、形のあるものに価値を見出しますよね。まあどうしてもね、そうですよね。まあ、一番いい例っていうのはお金ですね。あ、単なる紙切れが吸えないのにそれに印刷してある数字に一喜一憂するじゃないですか、はい、でそういうことではなくて、形のないものの価値、いわゆる美しいものであるとか、例えば好きか嫌いかなんていうのは点数つけられないですよね。そうですね、どんだけ悲しいかなんていうのも、数字はできないですね、はい、この形のないものに付加価値を見出す、はい、あまりにもねこの形のないものの付加価値をおろそかにしてきたツケが回ってきたなと思うんですよ。例えば一生懸命接客をしてサービスしてもそれただですよね。あ、でこのサービスこそが最大の付加価値なんだとお客さんは言ってくれてるんだったら、ここに価値を見出そうということですよ。じゃあビジネスもそこに価値を見出すんだったら、そこに例えば金銭的な付加価値、価値をつけて販売をするとか、はい、そういうふうに切り替えないと、どん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 こうやって悪いこと悪いこと、何でも物を安く安く、大事なものに価値を見出さないということを続けていくと、我々の生活はもう悪くはなっても良くはならないような気がするんですね。まあ、やっぱりその人と人とのつながりを見直すということでもありますよね。そうです。それは、はい、逆にそれに気づかさせてくれたのがこのコロナの数少ないメリットですよね。リモートでしか話せないことが現実になったので、こうやって村山さんの顔をアクリル板越しではありますけど、地下で見るこの喜びを感じることができるわけでしょ。ありがとうございます。当たり前のことに喜びを感じる。ああ、それってありますね。当たり前のことに喜びを感じるっていうのは、はい、あ、もう本当にもう当たり前だと思ったことがこんなに価値があるのかということに気づいた、うん、ならばこの価値を大事にしていこうと、それを気づかせてくれるためにこのコロナの、があったんだと思うということですね。神様が形のないものの大切さに気づかせるために起こしたことなのではないか。興味深いお話になってきたところでお別れの時間となってしまいました。あっという間ですね。早いですね。早いですね。それでは皆様また来週。